クリスマスなぞなぞ。日本でクリスマスの人気メニューといえば、ケンタッキーフライドチキン。じゃあ、ケンタッキーの創業者が、倉庫に眠らせている車は何台 答え。36代。どうしてケンタッキーフライドチキンの創業者の名前はカーネル・サンダース。でも、どうして彼の名前をよく見て。カーネル・ さん、だ、す、つまり、か、ねる、さん、だ、す。わかりましたかか、ねる、さん、だ、す。もうわかりましたね。ケンタッキーの創業者が、 倉庫に眠らせている車は36台。お金持ちですね。